信長の野望創造の関ヶ原シナリオ真田家プレイの続きをしていきたいと思います。前回はですね、いわゆる関ヶ原の戦いで、西軍が負けてしまうと。真田家に関して言うと、当主の正幸と次男の幸村が西軍で、東軍に長男の信幸が分かれて属するというような状況の中、関ヶ原の戦いは史実通り、西軍が負けて東軍、家康側が勝つという状況のところまでお届けしてですね、真田家としては、ここの飯山城を唯一奪取したというところになります。今回はですね、どういう方針でやっていくかっていうところを決めていきたいなと思うんですけど、ちょっと困ってるのがですね、いかんせん敵の連合がで、ついているというところもありまして、なかなかまともに戦えないというところですね。真田家自体がすごく兵力が少ないので、戦うにはかなり厳しいと。しかも東軍西軍で連合を組んでいる中であっては、残念ながら真田が、いるこの北信濃に関して言うと、四方八方をほぼ東軍に囲まれていると。なんとか、状況を打開していきたいなというところになります。で、当面の作戦になるんですが、どうするかというところなんですけど、この海津城を取りたいなと思ってます。ただこの海津城を取るとなると、この浅野家と海戦することになるんですけど、それはちょっとあまり良くないなというところもあるので、ちょっと可能かどうかというのはあるんですけど、この松倉城をね、取ってみたいと思います。早速始めていきましょう。で、まずはですね、兵力を先月の収支です。報告いたします。確認しましょう。まず飯山城1100、北信濃の上田城が2700ということなんですが、武将をですね、呼び寄せたいと思います。配属ということで、移動先上田城から、上田城2か、正幸を上田城に入れます。これはですね、なぜかというと、この松倉城を攻めるにあたって、この北信濃の上田城の武将がですね、矢沢、これ宿老な、真田家の宿老にあたるんですけど、やっぱり、正幸、幸村に比べると多少劣るというところもありますので、上田城の兵力、この2700を有効活用するためには、正幸、統率力とかね、知略の高い正幸を大将に据えたいというのが意図です。あとは開発とかをね、一応やっておきましょう。で、あとはですね、もうお金がなくて何もできないというところですね。はい、おっと、
我が軍略お見せしよう。おっと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 、違う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 。出陣設定で松倉城で編成をします。出陣するぞ。はい、命を惜しまる。これでいきましょう。いざ戦場へ。ちょっと待って、どういうことだ。これはぶつかるな。ご命令を。先月の収支です、ね、報告いたします。うん、いいですね。軍議を一回開くにあたって、みんな手を貸してくれ。一回兵糧を蓄えましょう。耐久3460、とても落とせる気がやっぱりしないぞ。となると軍議を開いて、おっとごめんなさいね、ちょっと変なとこ行っちゃいましたね。目標をちょっと変更しましょう。やっぱりね、山城に敵が迫っております。まずいな、急いで戻らないと。みんな手を貸してくれ。みんな手を貸してくれ。表情を始めます。先月の収支です。できることがあまりないですね。加勢いたす。
を貸してくれ。止まれ。ご命令を報告いたします。先月の収支です。さあ、こんなとこでちまちま戦ってる場合じゃないんですけどね。力を合わせよ。さすれば勝つ。止まれ。いっそのことやるとしよう。この春日山を落としますか。命は惜しまぬ。力攻めでなんとかね、敵の守備2000か。落とせる気がしないな。表情を始めます。まずですね、調略密談で、金がないと。さあどうなるか。なんとか落としたい。敵が撃って出てきてくれればな。出てこないね。包囲せよ。助太刀しよう。表情を始めます。3000の兵ではどうにもならないですね。金がないと。なんとかこの春日山城を取りたい。火を放て。表情を始めます。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。春日山落とすのは無理かな。400か。命は惜しまぬ。
ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。天下に問う我が軍略を敵将捕縛した。あと4060、無理か。兵糧ももう後を尽きるので、騎乗させましょう。城へ戻る。騎乗する。表情を始めます。ね、先月の収支です。一回ここに寄りましょう。やるとしようか。うん、なんとか持ちそうだな。ギリ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 オッケー。待機せよ。騎乗。城へ戻る。表情を始めます。先月の収支です。開発していきます。金がないと。しょうがない、切るしかないですね。500か。なんとかね、兵力の回復に努めるしかないですね。表情を始めます。先月の収支です。労力不足か。徳川が織田を滅ぼしたか。徳川がね、着々と兵力上げてますね。先月の収支です。よし、軍議を開いて出陣します。
接しよう。いざ戦場へ。表情を始めます。先月の終始です。待て。承知いたしました。止まれ。さあこれで、兵力が合体して、1600かな。数は少ないですね。相変わらず。先月の終始です。報告いたします。お金もないと。なんとかこの春日山を取りたい。この春日山取るだけでだいぶ変わるんですけどね。よしいいぞ。出陣します。やるとしようか。力を合わせよう。さすれば勝つ。そしたら力攻めです。攻め込め。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。3600。なんとか取ってくれ。ご命令を報告いたします。報告いたします。取れるか。かー、あと37まで行ったんだけどな。603。出陣しよう。うわー、ダメか。なんとか春日山取りたいですね。ご命令を。取りましょう。先月の終始です。報告いたします。春日山は取りましょう。今取らずしていつ取るというとこですね。我が軍略お見せしよう。春日山に向けて今出陣です。いざ戦場へ。雪村も出します。命は惜しまぬ。かなり厳しい戦いにはなりますけどね。春日山を取れば、ちょっと気が早いけど、なんとか堀を叩き潰せるかもしれないですからね。姫にしましょう。表情を始めます。先月の終始です。出陣し
します。我が領内に敵が迫っております。9500人の兵がどっから来てるの。いやそりゃないでしょう。かあ、騎乗するしかないな。我が槍を受けよう。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。取り囲め。敵城門突破しました。我が方の城包囲されました。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。春日山は取ったぞ。始めます。ただ上田城が取られたら意味がない。どこ？くわー、こいつら恩知らずだな。なんとか上田城持ちこたえてくれ。我が方の城包囲されました。我が戦お見せしましょう。表情を始めます。報告いたします。先月の終始です。なんとか持ちこたえてくれ。なるほど、囲まれてるというか今戦闘中だから無理だと言ってるな。何、矢沢が討ち死にか。 OK、 なんとか耐えたな。くっそー。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。あー、厳しい戦いが続くな。非常に厳しい戦いが続きますね、ずっと。なんとかね、強くしていかないといけないですね。ただいよいよ、この浅野家とね、開戦しましたからね。報告いたします。まあ仕掛けられたんですけどね、一方的にね。
場を始めます。先月の終始です。まあ、制作やれって言うんで、制作を取り行います。目安箱をやっておきましょう。で、問題は不審で修復しておきましょうね。ここが取れればもうだいぶ違うんですよね。海津城が取れれば。というわけで、ちょっと海津城攻めを始める前に、ちょっと時間も良くなってきましたので一旦終わりにしたいと思います。今回はね、春日山城をなんとか取ることができたので、引き続き頑張っていきたいと思います。